皆様いつも青木かのんのチャンネルをご覧いただきありがとうございます。元男の子の青木かのんです。今日はですね、8月の10日なんですけども、なんと青木かのんチャンネル YouTuber 専業になってからちょうど3日目に3周年でございます。ありがとうございます。ということで今日はこちら、私が最近ハマっているこだわりレモンサワーをまずは乾杯していきたいんですけども、今日話す内容をこちらにちょっと目次出させていただきます。まあ、結構いろいろあった激動の3年間で、他の YouTuber さんと比べたら全然なんか大したことないねって思われちゃうかもしれないですけども、なかなかいろいろと私の中でも思うことがあった3年間だったんで、まあそれをまあ思い起こしながら話していこうかなと思います。じゃあまずは乾杯していきましょう。これめっちゃ美味しいんで、よかったら皆さん飲んでください。わお、青木かのんチャンネル、専業3年目、乾杯。美味しい。まずですね、この私がですね、 YouTuber という仕事をここまで続けられてるとは全く思ってなかったです。もともと歌をやりたくて、ちっちゃい頃から大学から、まあ、音楽の学校も一緒に通いながらっていう感じで歌やるぞっていう、そういうスタンスで活動してたんですけども、まあ、なかなかやっぱりその性別っていう壁にぶち当たって、なんか歌を歌うにも女の人の声で歌わなきゃいけないのに、だって僕声っていうか低いし男の声でしか喋れないしっていうので、すごい行き詰まっていたんですね。まあそういう時に学内ライブみたいのがあって、で学内ライブはそのチケットノルマみたいのがあったんですよ。でそこで学校のクラスのみんなが当日のライブに人いっぱい呼んでたりとかするんですよ。もう個々のファンがいるから。なのに私はお客さん、その身内しか呼べなくて、友達とかっていうので、他の方々と自分の差をすごいつけられて、このままじゃ私多分目標に到達できないなっていうので、そっから YouTube っていうのに出会って、まあ YouTube で最初活動してた時は全然もう歌とか出してないっていうか、歌出しても全然見られないから、まずは YouTube で有名になって、そっから自分のファンをつけて歌を出すところまで行こう。その歌を出すところまでには男の声から女の声になって歌えるように練習しとこうっていうので、2014年から2019かまでずっとそのボイトレに通って、男の声から女の声に切り替えて歌うっていうレッスンをしてたんですね。4年 4,5 年か。そう考えるとすごい時間経っちゃったんですけど、まあ、今日は一応3周年っていうのはちょっと別に、活動自体は2014年からやってたんですけども、その YouTube だけ食べるようになったのはもう3年目っていうことなんですね。だからそう考えると、 YouTube 始めた頃は自分がなろうともなるとも思ってなかったの。そう考えると何が起こるか分かんないなっていうので、自分が今 YouTuber 活動してるっていうのがすごい不思議なんですね。これは皆さんからの声援っていうか、コメントとか、まあ、見ていただくっていう、まあ、そういう応援がなかったらできてないんで、本当モチベーションなんですよ、皆さんからの応援が。それがなかったらここまで自分発信しようとかも思ってなかったから、本当感謝してます。ありがとうございます。でこっからが私のその心境の変化といいますか、ちょうど3年前だから8月の10日にバイトと YouTube をこう二足のわらじやってたけども、よしもう行っちゃおうみたいな、こっから YouTube だけで行かないと多分私はずっと二足のわらじから抜け出せないみたいな、なので、まあ、金銭的にもめちゃめちゃきつかったんですけども、その時10万円ぐらいの月収で YouTube だけにもうしたんですね。だからすごい怖かったんですけども、まあ、その当時はですね、結構自分がやりたいことをすごいやってたっていうか、楽しくやってって言ったって言ったら、ちょっと今が楽しくないんじゃないのって思われちゃうかもしれないですけども、なんか何も考えずにやっていたっていう自由さが私の中ではあったんですね。2018年の後半まではこういう動画出したら人はこういう感じで見てくれるんだろうなみたいなのをあんまり考えずに、本当自分が楽しいなと思ったものとかをポン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 みたいな、だから本当にまとまりのない動画をなんか量産してたっていう、まあそれがすごい楽しかったんですけど、お酒飲むとやっぱり熱いな。カナダの普段全然汗かかないのに、
お酒飲むとめっちゃ汗かく。やだ。で、そっからですよ。今まで以上に、やる気が出るのはいいんですけども、それに伴って、その結果、要は再生回数ですよね。それをどんどん意識するようになっちゃったの。その2019年の、本当頭から。もう、どっちかというと、数字にとらわれるみたいな。だって、私、本業、他にないし、YouTube だけ食べていかなきゃいけないっていうのもあるし、自分が想像を超える、いろんな人に見られてるってことだから、ってなると、なんかもう本当に、数字命みたいな。高評価数、低評価数、コメント数、再生数っていうなんかもうそればっかにとらわれて疲れちゃった時期があったんですよね。まあ疲れても、まあ動画出し続けてはいたんですけど、すごい疲れた時期がありました。で、今はどうなのって言われると、疲れる時はもちろんあります。ただ、それが苦なのかって言われたら、苦では全然ないんですよね。楽しいから続けられてるっていうのがあるんですけども、その頃って、時期で言うと2019年夏以降だと思うんですけども、まあ、わたるくんとかも出始めた時とかで、視聴者の方々からはすごい面白いねとか、いつも見てます、楽しみにしてますって言っていただくのが、もう快感、嬉しさ、中毒性みたいな、それと同時に、すごい自分の中でプレッシャーになってしまったっていうか、まあ、そういう葛藤がわーってなっちゃって、でも動画出さないと生きていけないしっていう、まあ、そういう時期と同時に、やっぱり他の YouTuber さんのその数字っていうか、私と同じぐらいの規模感の YouTuber さん、例えばあの元女性の当時お二人やられたキッドチャンネルさんとか、まあ、お互いに意識し合ってたみたいな、まあ、彼らからもそう聞いたんで、お互いにっていう言葉を今使ったんですけども、元女子元男子っていうことですごい似てるようで似てないけども、なんとなくその視聴者の中では似てるような感じのカテゴライズをされていたと思うんですね、私たちって。だからお互いこう登録者追い抜いたり追い越されたり追い抜いたり追い越されたりという、そういうなんかもう本当に時期があったんですよ、一時期。だそれに私もなんだろう、意識がいっちゃったりとかして、いろんな本当プレッシャーが、たかだか当時20万登録だとしても、この小さな私の世界の中ではもういろんな感情を揺さぶられてたんですよ。っていうので、その時期って結構その私のもうほんとお姉さんみたいな、家族みたいな友達がいる韓国にもう毎月のように行って、このままだと青木はなんか疲弊しちゃうからリフレッシュしに行こうっていうので、もうお姉さんたちにすごい可愛がってもらいに行ったりとか、そういうのでバランスをとってました。まあそれがうまくいったんだと思うんですよ。まあ昔からメンタルのバランスを取るのが結構自分でできちゃうタイプだったんで、まあ、それが良かったのかなと思って、結構周りの YouTuber さんとか、このまま続けていけばめっちゃいいとこまで行ったのにみたいな人がいきなりパッとやめたりとか、もう、まあ、そんな中でも続けていけてるのは、まあ、皆さんからの温かいコメントとか、あとは私の中でのバランス感覚がうまくいったのかなっていうのがありましたね。そんなに強い人間ではないんで、ストレス溜まったら逃げ出したくなることもあるし、なので2019年まとめると、仕事として責任感を持ち始めなきゃいけないってなったと同時に、勝手に自分の中でプレッシャーを作ってしまったみたいな、それをうまくバランスをとって乗り越えた年だったのかなって思いました、2019年。そして今年2020年ですよね。もちろん今もめちゃめちゃ悩んでます。悩んでるっていうのは、まあありがたいことですけども、今現在何人だ、34万2000人、やばいよ。今のその YouTube ってさ、ほんとヒカキン様様とかさ、はじめ社長様とかさ、トップの人がすごい目立ってるから、私みたいな34万30何十万クラスっていうのは、まあ、まあ底辺 YouTuber ではないけども、まあ、ペーペーだよねみたいな感じに思われちゃうんですけども、冷静に考えてみると、その人たちがやばいだけで、結構テレビでバンバン出てるような芸能人のツイッターとかフォロワーとか見ると、まあ私のこのペーペーって言われる30万クラスでも、むしろ私の方が多い場合もあったりとかするから、多分 YouTube の中だけがみんなちょっと紛ってんのかなみたいな、あの人たちがもう異次元すぎるんで、まあ頑張ってちょっと仕事として成り立ってきたかなの人たちみたいなのが今の私なのかなって思ってて、でその上はもうほんと異次元なんであれなんですけども、まあ、比べるのも失礼なぐらいなんで、ちょっとここまでにしときますが、34万人いって、
ってすごい順調にやらせていただいてます。数字だけでは、数字だけで言ったら順調です。ただなんかそれと同時に、まあ、ここ最近もなんですけども、なんか私すごいプレッシャー感じちゃうタイプなんで、去年とまた同じ現象が起きてるっていうか、まあ多分それはずっと続いていくとは思うんですけども、去年今までだとなんか出した動画が1万再生とか2万再生いったら、やばいめっちゃいってるみたいな、なんかそんな感じになるんですよ。でも今はもう平均再生がさ、ありがたいけどさ、10万とか15万あたりなんですね。だから逆によ、数字だけで言ったら私の中ではいい方向に行ってるんですけども、それ以上にちょっと怯える時があって、もう言い方悪いけど もうこれは絶対に伸びるだろって思った動画でなくてもそこそこ見られるようになると、もう適当なことできないんだろうなみたいな、なんかそういう風になっちゃってってるんですよ。この前のそのルーティンの動画でもさ、私ってルーティンの動画出しても全然再生されないんですよ、今までの傾向から言ったら。でもさ、もう5万再生とか、5万ってだって平均の半分ぐらいですけども、去年の私の登録者数のレベルで5万再生とか言ったらすげーみたいな、今は逆に手応え感じない動画でも5万再生じゃちょっと怖いっていうか、もっとクオリティ上げないといけないのかなとか、少し、まあ私の性格的に自分よく見せたいとか、完璧主義とか、それに近い部分があって、自分の中でのバランス取りをしなければ永遠となんか力を注いじゃうんですよ。でその先はもうなんか壊れちゃうみたいな、ガタが来ちゃうみたいな感じになってしまうから、ここ最近あの週末あたりに出る動画って結構緩い動画多くないですか。実はあれ私が意図的にちょっと緩く作ってるんですけども、今まではもうほんと全部に字幕入れて、もうがっちり BGM つけて、もう完璧に作んないとダメだみたいな、ちょっとでもかけたらなんかもうすごいストレスみたいな、あーここ手抜いちゃったうわーみたいな、もう自己倹約っていう感じになっていたんですけども、それをもう自分の中で壊したくて、だからあえてちょっと緩めの動画出したりするんですよ。その編集具合の、まあ、テイストもちょっと緩めにするんですけども、そうするとコメントとかで、あれネタ切れですかみたいな言われるから、うわーやばそうなのかなみたいな、私がやろうと思ってることとちょっと真逆のこと求められてるみたいなって思う時がありまして、でもさ、ずっと力入れっぱなしだとさ、活動続けられるモチベーション保てないから、だから今後もモチベーション保つために力の抜きどころを設ける動画は多分出していくと思うんですけども、ただそれを出すことで視聴者の方々からの評価が下がったりするっていうのが、今度はまたストレスみたいな、そう、やっぱね、みんなにね、満足してほしいんですよね。出すからには楽しんでほしいし。だってさ、平等じゃないですか、時間って。その中で私に10分使ってくださってるわけだから、見てくれた方々の時間を無駄にしたくないっていうのがあるので、駆け引きですよね、視聴者の皆さんと。難しいけど、本当はね、ああいうおしゃれな動画、Vlog とかさ、海外の YouTuber がやってる。もう、ああいうのすごい憧れちゃうんですよ。ああいうのやってみたいけど、と、今まではもう本当に全ての発言にテロップとかさ、BGM ガチッとやったからさ、ああいう Vlog の動画を出すことで私は逆に投票してるんじゃないのみたいな。終われないかなみたいな。ただ、今後ちょっとそういう動画も10本に1本ぐらい出すかなっていう、まあ、新しい一面も見せていきたいし、まあ、今まで私は活動するの、に、3年スパンで結構状況変わってるんですよ。まあ、2014年から YouTube 始めて、食べるようになったのが2017年。それまでは本当にもう月収5000円とか1万円とかが、まあ、そういう時期が3年間続いたんで、またそこから2017年から2010年まで3年じゃないですか。だから私3刻みなんですよね、多分。なので、これからの3年間はもっと自分と向き合って、で、今まで見せてこなかった新たな部分とかを見せることで、なんかみんなが楽しんでもらえるんだったら私はどんどんやっていきたいし、もっと成長していきたいです。まあいろいろ話しましたけども、モチベーションは全然下がってないです。むしろ以前よりもこれでやっていくんだっていう気持ちを持って頑張りたいなと思っております。まあ見てくれる方々がいる限り私は頑張りますんで、これからも、次は4年目ですかね、その頃もちゃんと活動できてるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。少しでもですね、これからの私に応援してくださるって方は、ぜひグッドボタンお願いします。あと、最近はインスタグラムもやってますので、そちらもよろしくお願いします。また、次の動画でお会いしましょう。